本日よりお前たち3人の初級クラスへの入門を許す。先生よろしくお願いします。道場正規の初級門下生となった。こうして俺たちは気づいた時には道場正規に入門していた。初級クラスの稽古は月曜日と木曜日だそうだ。稽古代は1回60金。俺たちが暮らす町とは物価が全く違うので、へえ。俺たちでも十分払える額だ。稽古はきつそうだけど、一生懸命頑張って闘技場で勝つぞ。って感じは出しといたけどよ。はい。だからさ、その…なんだい君は。君はいろいろと嫌われるタイプだぞ。しかも俺の名前入ってるからイコール俺が嫌われるっていうタイプになるんで、ちょっと発言には気をつけてください。努力そんなもん、そういうの好きなやつが勝手にやってりゃいいじゃねえか。なんなんこれ、もしかしてあれかな、自分自身とは違う内なる自分なのかな。その一応弟子入りさせてくださいって言っていた本心、あれも本心であり、今の裏の俺もまたってことかな。なかなかここよくわかんないんだけど、そこはこうやってこう。バタコはすごい。この子はミカサみたいな感じだな。私は頭がいい。なのであなたたちより口喧嘩がうまい。みたいな感じかな。さてどうする。ふわ、部活の支度、サッカー部だったはず。帰り支度。やんちゃ太郎、よーし出かけようぜと。じゃあまたこれで戻ればいいのかな。あら、お帰りなさい。ただいま。出かけてくるよと。デジャブだな。裏町に近づいてはいけませんよ。これ前にも見たような気がするけど、あれかな、その曜日によってイベントがどうのってあったから、毎回のやりとりとしてなのかな。お、増えた金属片。オーナーのメモ、クッキー。廃品回収所、あ、そういうところに持っていくとお金をもらえると、そんな感じじゃないか。確か寝ると時間経過があったね。ただ今寝る必要はないと。なんかへそくりないか。お母さん、もっとクッキーちょうだい。売ってお金にする。平日は放課後の4時から7時までの3時間を自由に使うことができます。寝ようぜ、3人で寝よう。基本的に移動では時間を消費しません。あ、いいね。なんだろう、マップ切り替えとかで、かわいい、なでなで。マップ切り替えでね、時間経過しちゃうやつだとちょっと難しいからね。じゃあちょっとセーブだけ。どこ行こうかな。他はまだ行けないか。図書室だか図書館行きたいんだよね。いろいろ知識が得られるっていうし、まあ裏町行ってみようか。ここは無理。道場に行けばいいのかな。新しい悪口を試してみるのか。費用は20金。お、こうやって習得させると、ちょっと俺の変えたいんだよね。あのアホが弱いから、何しようかな。てかさ、これさ、ひらがなとかでも別にいけんだよね。だからひらがなで例えばアホにしてみて、読み方の入力、アホで読み方が、なんだろう、待って、人にあのプーとか、あ、一文字目だった。まずプーアとか重々しく通訳、土属性とかかな。威力116、お、まあまあいいじゃん。結局あれなのかな、読み方の問題なのかな。強さは一応名前は、その、なんだろう、俺たちが名付け親となる、ゴッドファーザーとなって、そうやってつけるだけであって、実際の能力は、読み方の方なのかな。で、こいつらも何も、まだ見せてたからね。何がいいだろう。悪口ね。短所。でもさ、なんだろう、かわいい。素早くまくし立てる、風属性だね。うわー、地呼べ。しょうがない、まずは設定しないことにはね始まらないから。で、やんちゃな、
やんちゃ太郎がね、短所と、あとなんだろう、子供らしいのだと、まあその短所の他に、やいお前でかいでやんのみたいなのもあるから、膨大。そんな悪口聞いたことないぞ。でか。あ、そうだ、で、か。2文字だと難しいね。なんだろう、そのバカとかカスとかハゲとかそういう、あ、ごめんなさい、ハゲの人たち。お、デカ割といいじゃん。デカって冷たいのか。じゃあバタコ、何にしようかな。どうだ、勢いよく叫ぶハゲ。あ、そんなに強くないんだね。じゃあもう一個バタコに、草。草だとなんかちょっとね違う意味になっちゃうけど、弱いなあ。でもいいや、とりあえずこれで設定しとこう。オーナーはいないや、いない隙に何かかっぱらったりはできないか。早く増やしたいね文字数。お、酒だ酒、飲まずにはいられない。来た、一国金融。ほう、闇金かな。うん、病院や、これ闇医者でしょ。で、闘技場があって、酒場食堂で、道場があると。道場で強くするのがいいかな。君たちかわいいね、飴あげよっか。それはなんかの隠語かい、飴とか言いながら。どぎつい赤の包装紙には見たこともない文字が並んでいた。絶対危ないやつだ。様子を伺ってみますか。うわ、1時間経過か。まあやってみよう。男は嘔吐物にまみれている。殺してやる、殺して、殺すけなり。色相何も持ってねえな。お前追いはぎか、少女の方が。いつもここで潰れてやがる。ん？見てんじゃねえよ。この少女怖い。私はこいつの娘だっての。ごそごそ、なんかおかしくないか。闇を抱えてる。うおお、どうした、なんだこのガキ、本当に娘なんだろうな。違うんじゃないのか。親父から何を取ろうとしてんだ。娘っていうのが嘘だったら立派な物取りじゃねえか。娘であってもそんなことやっちゃダメだよ。酔っ払いも酔っ払いだ。寝言で殺すしかいてない。危ない町だな、ここは。さすが裏町。胸くそ悪い。毒が1ずつ上がった。あ、うわー、めっちゃダメージ受けた。大丈夫？死にかけてる。え？これ1時間経過とか出てないから。あ、よかった。こうやってなんかイベントをまた見ることができるってだけか。これで1時間経過はないと。よかった。でも毒が上がってよかったね。そしてゴールドマン。警備ロボット。おお。済ませる。耳すま。はい。次どこ狙う？足がつかないよ。もうちょっと間を空けた方がよくない？うるせえな、俺はさっさと悲鳴が聞きてんだよと。何すんのこの子たちは。ジジイどもをいたぶりてえな。おお、ちょっとよくない、かなりよくない子たちだよこの子たち。子供なのに犯罪の相談をしている。女の子に至っては裏切るタイミングを見計らっている。なんで町なんだ。また毒が上がった。あ、うわー、やっちまった。そういう感じもあるのか。体力が尽きるとゲームオーバーじゃなくて、もう今日は休みましょうっていう。1時間もったいないね。じゃあまた学校に行って、学校に行って、おおっと、飛ばしちゃった。お姉さんはどうのこうのと言ってたね。茶太郎のお姉さんってことか。いつも通り市場に働きに行ったよ。お姉さんも同じ学校だったのか。お姉さんあんな人だったから、いなくなってしばらくは逆に寂しかったと。お姉さんも仲間にならないかな。いてもいる際だけだけどな。まあ市場ってあったね、南の方に。姉の仕事ぶりをじっくり観察。いいね、お姉さんをじっくり観察しよう。ここら辺のセリフは変わらな、そうだね。ここは本当にただの繰り返してるだけかな。じゃあお家に戻って、で持って、また同じセリフ。
で、ゴミ箱を漁る。で、お母さんは同じことを繰り返すロボットとなっている。よし、行こうぜ。犬。お犬様。これを日課にしよう。必ず犬に触ってから行くっていう。おお、オーナー。むしら正気に入門したそうじゃな。よくご存知で。正気には古い知り合いがおっての、石神さんかな。この人はびっくりするくらい何でも知っている。どこの株が上がるとか、そういうのとか知ってませんかね。正気で口喧嘩を学んで、一体どうするつもりじゃ。闘技場で、まあ優勝したいっていうのが当面の目標なのかな。強くなる、強くなった後はわからない。それもよかろう。あ、なんか含みがあるね、これも。まだ世の中というものを分かってないの、みたいな。あの町で育ったお前たちと、この町で暮らす人間では考え方が違う。強くなってどうするかは強くなってみんとわからんもんかもしれん。確かにその景色に立ってみないと見えないものもあるしな。強くなければできないことはこの世には溢れているから。だね、とりあえずレベルを上げて物理で殴れるようにしなくちゃ。口喧嘩はこの町ではルールのようなもの。それを制する者はこの町を制する。おお。一流のウィルコンバッターにならないとな。まあ言いたいことはの、強くなることは常に犠牲を伴う。毒パラメーターを1上げるのにメンタルをどんどん削られていくっていう。それも例の一つだね。オーナー、お小遣いちょうだい。ダメか。どこ行こうかな。もうここら辺での人が変わってる。曜日によって変わるのかな。うわー、これちょっとな、やってくとステータスは上げられるんだろうけど。またこれか。うわー、どうなんだろう。何のパラメーター上がるか分かんないけど、1ぐらいしか上がんないだろうから今回飛ばす。で、どこだっけ、上が消費者金融とかがあるんだよね。どうやったらいいんだ。お、入れた。合言葉はそもさん。そっちじゃない。あ、合言葉は、あ、俺これしか知らない。違うか。闇市かな。ここは、こんにちは、一国金融です。ご融資。ちょっと何を担保に入れようかな。とりあえずさ、お、百均までならどなた様でもご利用いただけますよ。でも金利ってものがあんだろ。怖い怖い。なんだか嫌に愛想がいい。やめて。ちょっとここの、ここ帝国金融怖いわ。ここは病院です。なんか変な本ないか。ないか。話しかけられんな。こんなとこまで入ってきちゃダメですよ。麻酔かけて手術しちゃいますよ。構わん。それでも強くなれるなら骨延長手術とかも。構わん、やってくれ。警備ロボットだな。これ樽とか調べてなんか物が入ってたりとかあんのかな。そうなると俺はかなりじっくり調べたいタイプなんで時間がかかってしまう。なんだこれ。穴開き打ち場。装備。装備するとなぜか風属性に耐性を得る。ふかふかだが、これ何に使うの。1個買ってみる。1ん、これ、あー、こういうことが露天なのか、これ。うわー、見づらいよってか。なんていうの、闇市じゃないけど、なんかぽいけど、嫌いじゃないけど。見づらいね。清涼さん、おお。耳栓。でも自分が何を言ってるかもわからなくなると。汚い。ちょっと3人分買っとこうか。汚いけど。ん？恐怖を防ぐ。自虐を防ぐ。うわー、こういうのとかね。ちょっと買っちゃおう。だいぶ、もったいないけども。雨、回復させると。他は？ここにも。ここは人いない。この先廃墟。うわー、これはまずいな。行かない方がいい。メガホン。いいね。
もう一個サニー分買っとくかな。もう一つ買えるっしょ。じゃあ恐怖、これを買っとこう。バタコ、お前は恐怖というものを知らないような顔をしているが、とりあえずこのまま南下していき、道場行こうかな。それともまずこっちで待って、今あれ見れないのかな、何曜日とか時間は書いてあるけど。オムライス作ってくれ、おばあちゃん。食い逃げだけはするなよ食い逃げすれば競争できるぞ。よし、行けバタコ。お前がおばあちゃんと競争を繰り広げてる間に、俺たちはカウンターの中に入り、いろいろと物色しておくよ。そしてカレーがそのまま残されている。こっちは酒場で、お、これ図書館じゃないか。お本館目録、キャラクター、あ、これはどこに何があるよっていうあれか。ここまでは読んだやつだね。司書さんに話しかけるか。多分話しかけないとどいてもらえないと。はぁ、ここの司書さんですよね。そうだけど、この先の本を読みたいんですけど。そう、読んでステータス上げたい。ダメよ、なんで。私が今読んでるのよ。なんでどかないといけないのよ。脳みそ腐ってのうじ湧いてんの。こいつなかなかのウィルコンバッターだな。出会い頭にここまで悪口を垂れるとは。私がこの師匠をやっている晴れ雨よむこ、よみこさんだったらな、懇意にしたいところなんだけども。私が師匠なんだから、毒もどかないの私の自由でしょう。相当のビブリオマニアなんだな、この人も。あんたたちの3人のレベルが6に達したら、おう。ん？このガーンっていうか、心の中の声が出たときはパラメーターが上がるときのあれかな。この図書館の構造おかしい。突っ込んではいけない。ああ、メンタルにだいぶダメージを食らった。なんか雑魚戦とか、どういう感じなんだろう。闘技場は開いていない。酒。お前確か闘技場に出場しているな。よくご存じで。もう少し強くなったら、お、お兄さんたち、とてもいいお客さん。ん？どうしたバタコ？どうしたバタコ？この兜を見て。かぶりたいのか？そういうお年頃か。なんかカジノでもあんのかな。ついてた男、ついてない陽一。この下がカジノだったりはしない。隠し扉じゃない。ここは個室か。カップル席だな。何の意味があったんだ今の部屋は。じゃあ行ってない感じの右側に行ってみようか。上に行きすぎるとなんか危険度がだいぶ高いとこに。あ、死んでる。こっち側は入れない。叫び声が聞こえる。すでに稽古は始まっている。こっちから入れるのかな。ちょっと入り、ああ間違えた。トレーニングは置いといて休まずに。で、うたたさんだね、これは。ん？姿うたた。うたたさんじゃないのか。君たちは新しい門下生だね。菅川うたろう。左顎のほくろがない、わかりません。ドットじゃわかりません。そこのかかしを使えば、稽古がない日でもトレーニングができる。おー、なるほど。お、この人もうたたさんの役割があるのか。つまりうたたさんに話しかける必要はほぼなくなったと。ありがとううたたさん、君の役目はもう終わったよ。こっちダメなのかな。あれかな、遅刻したからなのかな。ちょっとイベントやっちゃったからね。トレーニングしよう。あー、そっか、稽古してからじゃないと。どうしよう。残りの時間どう使うか。一回あの危ないとこに行ってみる。お、こっちにも行ける。
なんかイベントをこなして。試験。はあ、これあれか、クラスのあれかな、文科生の。お、私は会計や事務をやっているシコン。スーツ姿のシコンさんは物腰が柔らかくて慣れた感じだった。このようなタイプの人に会うのは裏町に来てから初めてな気がする。だがそれでもつい身構えてしまう。ただ者ではないような気がしてしまう。裏町で新しく誰かと出会うたび、俺はそんな思いに駆られていた。みんなおかしい人ばっかりだからな。シャンダイはろくに説明なんて想像してくれないだろう。スケジュール、日曜を除いて毎日稽古。毎日できんだ。初級クラス月木、中級水道、上級カーキンで、石の上野さんが稽古をしてくれて60金かかると。今いくら持ってる俺。ちなみに1人60金、3人合わせて60金、どっちだ。ロマサガの船方式だったらだいぶかかっちゃうぞ。試験の手続き、ほう、やっぱ上に上がっていけばその分強くなりやすくなるのかな。使える悪口の種類を増やせる試験、ああそれやりたいね。そうそう、文字数とかもっとバリエーションいいね。図書館もね、なんだっけ、さっきの読む子さんをやっつけないといけないからね。所持金160。何しよう、いきなり小学とか悪口習得。普通の稽古やってみようか。あ、今5時だ、遅刻してるあ、こういう感じなのか。じゃあまず俺から。第3スロットを開けるか、2の第1。あ、中級にならないとか。第3スロットね、あ、これ戦わないといけないのか。あ、じゃあ100金無駄にした。この人と戦って勝ったらってことでしょ。無理じゃないですか、ガキ。これは勝てませんね。ほらね、こうやって試験官に勝つことにより中級に上がることができると。不合格。何度でも受けられるわ。ただしお金がかかる。むむむ、どうした、バタコ。さっきからなんか異形のものとかちょっと怖い感じのやつに反応してるけど、他なんかあるかな。あとはトレーニング。あ、こっちにも道がある。真っ白晴天、晴天の文字の下に無理やり消したような跡がある。どこまで進めるんだこれ。何もないね。じゃあ稽古すっか。できるかな。ダメか。じゃあとりあえずここの話しかけで1時間経過させて今日は終わりにしようか。まだこいつらもね、悪巧みをしているな。怖い怖い。この女も怖いな。このゲームの女性はなかなか発想が怖いな。毒が1ずつ上がり、もう限界だ。でもこうやって家に帰ることにより、まあ、1日は経過して終わるんだけども、お、木曜だから稽古あるね今日。で、HP は回復してるでしょ。HP じゃないか、メンタルか。バタコはスポーツマンの。バタコは足が速い。物を投げるのも得意。バランスを取るのも得意。立体的に動いたりして、大きい人のうなじを狙うのも得意。野球とかやってみたらどうだ。ボールを投げるのはあまり得意じゃない。何を投げるんだよ。パン。か。バタコさん、それって聞かなかったことにしよう。
みんなも聞かなかったことにしてくれ。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃん。